どうも、ヌヌです。これまでのディスガイア6、ディスガイア6続きやっていきます。超転生したジェットたちを待ち受けていたのは新たな世界だった。時は元禄、江戸の治世。人間界の王シュセンドルは諸国漫遊と称し、世直しの旅に乗り出した。人生金ありゃ苦もなしでは。次々と現れる悪代官たち。しかし奴らの悪行をシュセンドルは見逃しはしない。控えおろ悪人どもめ。この山吹色のお菓子が目に入らぬか。ギャッハ金だ金だ、全部よこしやがれ。わしをどなたと心得る。これにて一件落着じゃないのである。今日も毎度は日本晴れなの。輪廻の歯車は回り、そしてまた新たな物語が始まる。おお、ここは一体どこなのだ。何も見えないのである。ったく、うるせえやつだな。ゼット、そなたは破壊神に敗れて死んだはずでは。わしも巻き添えになって死んだのか。もしやここは天国か。うん、天国へ行けると思っているあたり、なかなか太い神経の持ち主だな。確かに俺は死んだ。だが何回死のうが何回でも生き返る。それが超転生だ。超転生、生まれ変わるということか。いかにもその通り。超転生とは望みが叶うまで無限に人生をやり直せる転移魔術。死んでも死んでも契約者の望みを叶えるために最適解を求め、あらゆる世界に転生するシステム。ひとたび超転生した者は途中で逃げ出すことはできん。ゆえに禁断の魔術とも呼ばれている。ふん、誰が逃げ出すかよ。俺は破壊神を倒すまで何度死のうが戦い続けるんだ。さてと、今回はどんな世界に転生することやら。というか、なんでわしまで転生するのだ。仲間か、仲間だからか。そうであろう。なあ、バッドエンドレス第3話、バッドエンドレス。アイテム会、仲間をアイテム会に派遣するシステム。便利機能として利用するといい。新人教育部隊を設立してる。へぇ。アイテム会を調査するのか。どのアイテム会に行くかか。調査員、この3人で行ってもらおうか。アイテム強化、イネセント集め、キス集め。アイテム強化、アイテム反則。調査団が出発したぞ。そうか、またな。
ここはクエスト屋だ。仕事の依頼が届いた。依頼だ。頼んだ。依頼だ。依頼だ。依頼だ。まあまあ、頼んだ。依頼だ。頼んだぞ。よくやってくれた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 。新しい依頼はまた頼んだぞ。とりあえず次のお楽しみに行こうか。ミュージカル界おもれびの遺跡。メロディア。脳内お花、お花畑なミュージカル乙女。ミュージカルだ。またヘンテコな世界に転生したみたいだぜ。文句を言うな。お前の望みを叶えるにはこの世界に転生する必要があると超転生システムが判断したのだ。その判断本当に正しいのかよ。超転生は常に最適解を求める。その判断に間違いはない。うん、わしとゼットが巡り合ったのも運命だったのである。ヒゲオヤジとの出会いが運命。嫌な運命だぜ。あら、運命の出会いなんて素敵じゃない。きっと私との出会いも運命なのよ。そうよ、そうに違いないわ。ということは、大体お前その格好もう少しなんとかならねえのかよ。今度の王子様はウブなのね。ハートにズキョンと来ちゃった。そんなわけねえだろ。俺はこんなの苦手なんだよ。うむ、これまでゼットはゾンビだというだけで女たちから嫌われてきたからな。挨拶をすれば罵倒で返され、落とし物を拾ってやったのにゾンビに触られたと逆ギレされ、初恋の女の子には近づいただけで気絶されてしまったという黒歴史の持ち主なのだ。これはひでえ。そんなゼットに嘘でも言いよる女が目の前に出現したのだ。内心では興味津々のはず。勝手な分析してんじゃねえ、このクソ犬め。あら、かわいそうな王子様。誰にも愛されてこなかったのよ。でも大丈夫、私のために破壊神を倒してくれ。ラララハッピーエンドへ一直線よ。むむむ、歌っている場合ではないぞ。怪しい連中に囲まれたのである。なんだこいつら。彼らは歴代王子様。歴代王子様。本心に殺されて死んだ後も私への愛が忘れられないみたい。それは多分愛じゃないと思うぞ。さあ、666人目の王子様、破壊神から救ってちょうだい。そしてラーラーラーハッピーエンドへと導いて。レベル170。二郎戦闘ゲーム。すべて切る。悪は滅びよ。ここまで。お前の罪は裁きを受けろ。ダブルヘルカタルシス。お前となら無事でござい。これでも腹を切っ。ここで終わるわけに。この俺が
設定で変えようか。味方戦闘演習、敵も省略、味方も省略でいいかな。演習の法則、最強の破壊神が現れたせいでこの世界はめちゃくちゃになったんだねえ、ゼット様、私の王子様ということで破壊神を倒して私と結婚しましょう。結婚？なぜそうなる？なぜ？プリンセスと王子様が出会ったら恋に落ちて結婚するものでしょ。 お前みたいな自己中女と誰が結婚なんてするかとか言いながら内心ドキドキなのでは。うるせえ、黙れ、臭いな。俺は破壊神を倒すんだ。それ以外のことには興味ねえよ。抵抗しても無駄よ。訓練には逆らえないの。そう、私たちはラララ結婚してハッピー勝手に仲間になった。おい、勝手に仲間になってんじゃねえよ。諦めろ、Z。これも超転生の巡り合わせだ。超転生時に入手したカルマを有効に使ってるか。メロディア、ステータス、弓なんだ。弓と槍、あと杖と拳、フローズンステップとクールが使えると。ああ、一応総量扱い。まあとりあえず装備、そっか、どこへ向かいますか。何か忘れましたか。そうしたらクエストやるかやるか。確認してよりあくまらしく。よくやってくれた。よくやってくれた。また頼んだぞ。あとは魔界。超転生じゃなくて高いものが欲しいよ。やっときたいな。
使える色が増えた。同盟ってここが違うよね。チャウンみたいな。用事は済んだかな。とりあえずとして仕事の依頼が届いているぞ。依頼だ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 。頼んだぞ。また頼んだぞ。マナ取得は 30%。 はい、というわけで今回はここまでにして、次回続きをやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。